皆さんこんにちは。私は東大マニアの不動真優と申します。東大のことが大好きでいろいろ調べているんだけど、今日はみんなに東大のお話をさせてください。みんな東大って知ってた？知らなかった？じゃあ東大に自己紹介をしてもらいましょうか。東大さんお願いします。みんな僕たちのこと見たことある？私たちは東大と言って海で船の安全を守っているの。夜になると光るんだよ。日本全国の岬や島や岩に立っているんだ。ということで東大が自己紹介をしてくれました。白い塔や赤や黒の縞模様がついたものなどいろいろありましたね。海で船の安全を守っていると言っていましたが、実際にはどうやって守っているんでしょうか。今日は一緒に東大について考えてみましょう。東大は海を走っている船に今どこを走っているかを教えてくれる存在です。そして安全な海の道に導いてくれるんです。あれ、海の道って何だろうと思ったかな。確かに海ってとっても広いじゃない。だからどこを走っても大丈夫なように思うよね。でも実は違うんです。ちょっとこちらをご覧ください。夜の海です。あたりは真っ暗。島の影がぼんやりと見えるけど、暗い海はちょっと怖いですよね。すると、あ、光が見えました。あれは灯台の光です。灯台がピカピカと光って場所を教えてくれています。船は灯台の光を見つけて、その光っている場所が丸々島ということが分かりました。そして船は今進む方向を変えようとしていますね。まっすぐ走っちゃいけないんでしょうか。もし灯台がなかったらどうなるか、じゃあ見てみましょうね。船は目印がないから今どこを走っているのか分からなくて迷っています。目印がないから分からなくなっちゃった。まあいいか、まっすぐ進もう。だって諦めてそのまままっすぐ進むことにしたようですが、大丈夫かな。実は海の底って危ない岩がたくさんあるんです。ちょっと海の中を覗いてみましょう。ほら見て、もうすぐそこに危ない岩があります。本当は手前で曲がらなきゃいけなかったんだね。このまま進むとどうなるのかな。あー、岩にぶつかってしまいました。こうなると船に穴が開いて沈んでしまうかもしれません。助けてもらわなきゃいけませんね。こういうことがないように灯台が見守っているんです。海を走っている時に海図を見てどこを走っているのか探さなくてはなりません。その時に灯台があると今自分がどこを走っているのかがわかるんです。では灯台がどのぐらい昔からあるか、ちょっと歴史を見てみましょう。なんと世界で初めて灯台が建てられたのは今から2300年以上も前のこと。場所はエジプトのアレクサンドラという場所でした。こんな灯台だったみたいですよ。世界の七不思議にも数えられる存在で、1700年間も灯っていたんですって。高さは130メートルというからとっても大きな灯台だったんですね。今は地震でもう壊れてしまいましたが、では日本にはどのぐらい前から灯台があったんでしょうか。日本では江戸時代にすでに灯台が建てられていました。木造の小屋のような場所で炎を燃やして明かりをつけていたんですね。
この明かりを見て漁師さんは安全にお魚を取っていたようです。その後、今から150年ぐらい前かな、明治時代になると現在のような灯台が建てられるようになります。イギリスやフランスから技術者の人が来て、日本の人たちに灯台の建て方を教えてくれました。その後、日本中にたくさんの灯台が建てられるようになります。灯台が建てられると、海外から文化や人や物、技術がどんどん入ってくるようになりました。それにより現在のような便利な世の中に発展したんですね。灯台は船を見守っているだけじゃなくて、私たちの暮らしも支えているんですね。じゃあ日本に今どのぐらい灯台があると思いますか？なんと3125基もあるんです。日本中に建てられているんですね。でもそんなにたくさん灯台があると、どの光がどの灯台かわからなくなってしまいますよね。大丈夫なんです。実は灯台は灯台によってそれぞれ光り方が決められているんです。例えばこの灯台は15秒ごとに1回白い光がピカッと光る。この灯台は30秒の間に白と緑の光がピカピカッと光る。この灯台は20秒の間に白と赤の光が光る。船に乗る人たちは灯台の光り方をよく知っていて、光を見ただけでどこの灯台かが分かるようになっているんです。日本には昔からたくさんの灯台が建てられて、海の安全を守っていました。塔の形もかっこいいし、夜になるととっても綺麗な光を放ちます。そして灯台から見る海の景色もとっても綺麗なんです。日本には灯台の中に入って中を見学したり登ったりすることができる灯台もあります。ぜひ皆さんも灯台に遊びに行ってください。日本全国の灯台がみんなが来てくれるのを楽しみにしていると思いますよ。今日は灯台の話を聞いてくれてどうもありがとう。また会いましょう。バイバーイ。